にちは、みきです。今日はですね、なんかすごい結構今前からかな、話題になってるらしいんですけど、この無印のパスポートケースと、この中に入ってるセットのリフィルがこの中にもすでに入ってるんですけど、これでなんか袋分け家計簿みたいな、袋分けで現金管理がしやすいらしいので、ちょっと私はね、軽度ですけど発達障害があって、その家計管理とかにすごい今までも悪戦苦闘してきたので、ちょっと試しにやってみようと思って買ってきました。で、今日はこう仕分けを、お金のね、その仕分けをしながら、私の今までのお金の失敗したこととかをお話しできたらなと思います。ではでは、スタートします。これ中身お見せした方がいいですよね。こんな感じ、なんかこれは厚紙ですね。あ、なるほど。なんか開けたらこんな感じになっていて、見えるかな、これが、ここポケットになってて、ここに多分カードとかキャッシュカードとか入れれるようになってて、こっちも斜めの、こっちは斜めのポケットが入ってて、こっちは多分通帳とか入れれると思うんですけど、まあ多分パスポートケースなんで、多分本来の使い方は結構多分パスポート入れたりとか、外国のお金入れたりとかするのかな、多分そういう使い方だと思うんですけど、まあまあ家計管理に役立つということで買ったので、私は日本のお金を入れようと思います。で、ここに紙幣が入れれるっていう感じになっていて、これがスライダーチャックになってていいかなと思って買いました。でですね、お金入れてみましょうか。ここが、あ、なるほど。で、入るかな、なんかちょうどらしいんですよ。あ、入りますね。で、閉まるかな、ギリギリかもしれない。でも幅が、お金の幅とちょっとギリギリかもしれないですけど、こんな感じですね。入ります、ちゃんと。なるほど。これは便利ですね。これ回し物でも何でもないんですけど。すいません。仕分けしていきますね。今日はだいたいじゃない、全部千円札で引き落とし、出してきたんですけど、これがちょうど12万円分あります。だいたい、もう私お仕事は今辞めちゃったんですけど、かつて働いてた頃のいただいてた月のお給料ぐらいの分を今日は仮にちょっと試しに引き出してきましたので、貯金から。なので、これでちょっと仕分けをしてみたいと思います。まずは銀行から引き落としされる分は封筒に入れて、外出たついでに銀行寄って入金できるように封筒に入れていきます。これもちなみに無印の封筒です。まあ仮にちょっと A 銀行ってしますね。家賃でしょ、で、ここの光熱費、あとスマホ代、
スマホの機種代分割の分割払いにしてるんで、機種代でしょ、ネット光ファイバー、光ファイバーネット引いてるんでネットの利用料でしょ、うーん、あと引き落としされるのなんや、それぐらいか。で、あとこれは後で説明するんですけど、楽天カードの引き落とし、クレジットカードの引き落としがあるので、それも追加します。かけました。だいたいこういう感じです。見えるかな、こんな感じです。はい、これが A 銀行で、 B 銀行が引き落としされるのは、B 銀行はオリコカードっていうクレジットカードを持ってるんですけど、そこからの引き落とし分が2万円でしょ、2万円、2万円です。で、あとここに入れておく手持ちのお金の分が食費とかだと思うので、なんか出費がすごいですよね。うん、食費がそうだな、1万以内に収めましょうか。まあ実家にもよく行くので、まあまあ1万以内に収めます。これ結構お札の幅がギリギリだからスライダー締めにくいかもしれない。もうちょっと余裕があればあれなんですけどね。ちょっとこれ分かりやすくポケットになんか貼っといたらいいですよね。あの交通費とか食費とかなんか付箋で貼っといたら、どのポケ項目のポケットか分かりやすいと思います。日用品とかもあるけど、まあこの残りの1万3000円でまあやりくりしようと思います。じゃあその他ということでここに入れておこう。使っちゃうかもしれないけど、これ大丈夫かな、一緒のとこに入れてて。まあ物は試しでやってみましょうかっていう感じで仕分けし終わりました。こんな感じこんな感じです。まあまあスリムだし使いやすいと思います。これはうん、使いやすいと思う。はい、じゃあ雑談しましょうかね。私ね、結構お金ね使っちゃうんですよね。で、今回は現金、もうねしばらくの間私はカード払いはしません。あの食費とか食べ物とか、あの買い出しに行く時とかに、今までだったらよくあのデビットカード、クレジットカードはさすがに怖くて私も使えないんですけど、デビットカードって言ってその場でチャリンって引き落とし銀行からされるやつをよく使ってて、でももう月末とかになるともう必ずと言っていいほどお金が足りなくなってたんですね。なんか払った感覚がないじゃないですか。で、数字なんか画面上の数字だけ減るんですけど、数字が減るけど、なんかもうその画面上の数字だけじゃなんかやっぱ実感が湧かないからかな、すっごい使っちゃうことに気がついて、もうこれはダメだと思って現金、最近現金に戻しました。なんかカード払いってすごいね、カードピッて渡してピッて刺してチャリンってできるから、すごいかっこいい、なんかかっこいいとか思って憧れの気持ちもあって、そんな簡単な気持ちで使ってたんですけど、もうその今では反省してます。なんか
ただでさえ自分はその発達障害があってそういうお金の管理とか苦手な方なのに、もうよくそんなチャリンチャリン使えたなと思ってなんかもう今は後悔していますが、そう、例えばね、結構私出前とかもう作るのも食材もないし置いてなくてめんどくさいし、作るのめんどくさいし、買いに行くのもちょっと離れてるから歩いていくのもな、雨だしなとかなったらすぐ出前を頼んじゃったりとかするんですよね。でよく今流行りの Uber Eats とか便利ですけどやっちゃうんですよ、 Uber Eats。 でも Uber Eats 私の使い方が私が知らないだけなのかもしれないんですけど、 Uber Eats ってなんかカード払いとか銀行引き落としとかなんか現金払いができなくて、私の感覚、なんか私が調べた中では Uber Eats ができるかもしれないんですけど、現金払いができないからどうしてもデビットカードを連携させてその場でチャリンって銀行にから引き落としされるタイプにして設定にしてよく出前を頼んでたんですよ。でもやっぱね使っちゃいますね、出前に。すごいもう楽なこと覚えたら人間ダメですねなんかすごい使っちゃって、月々なんかもう5000円以上ぐらい使った月もあったのかな、出前で Uber Eats で。さすがに1万は確か言ってなかったと思うんですけど、 Uber Eats だけで5000円ぐらい使ってたりとかする月があったから、あったかーと思って、だから Uber Eats は今ここでアプリを消しますあのね、そう、 Uber Eats は消しますね、削除で。まあ出前館は確かね、私現金払いできたんですよ。だから出前もどうしても頼むときは出前館にしますちょっと Uber Eats さんには申し訳ないんですが、出前館にしようと思います、現金払いができるので。まだ現金の方がね、その痛みを分かるじゃないですか、お金を払った、お金が少なくなった、減ったっていう、その痛みがまだ感じられるような気がするので、私はもしこれから出前を頼むときは出前館にします、はい。とか、あとなんだろうな、私実はですね借金があります、はい、ついに私は借金を作ってしまいました。で最近の話じゃないんですけど、前から借金あるんですけど、その経緯をお話しすると、まず一番最初にした借金が、私ね、その前仕事をしてた時にすごいもう自分の自由に使えるお金が本当になくて、なんかたまに日雇いのバイトしながら、欲しいものあったら食事もちょっと1ヶ月納豆ご飯、卵かけご飯をローテーションしたりとかして、それでなんとか浮いたお金で欲しいもの買ったりとかしてたんですけど、バイトとかしながらバブルワークをたまにちょこちょこしながらやってて、でもその生活がすごく不安で、これからずっとこれ続くのかなみたいな風に思ってたんですよ。でそれで、すごく自分の経済的な問題に不安を抱えてまして、なんとかいいお仕事ないかなっていろいろネットで調べてたんです。でその中で、なんか背取りとか言われる、背取りとか転売とか言われると思うんですけど、そういうビジネスをちょっとお話だけでも最初聞きませんかみたいな。でそれでやり方を教えるから一緒に楽しく稼いでいきましょうみたいな、すごい甘い言葉がすごい出てきまして、ネット上で調べたら出てきて、その人のお話を一回聞いてみたいと思って
聞きに行ったんですよ。ですごい私、まあ、私のこう性格とかをいろんな動画でこう感じ取ってくださってる方には、ああやっぱりねって思われると思うんですけど、結構私騙されやすいんですね。すぐで断れないんですよ。なんかあここまで来たらもううんって言わなくちゃとか思っちゃうんですよ。で騙されやすいですし、だからまあね、いいことばっかり言われてしまって、はいはい、あそうですよね、あ本当そうですよねみたいな、こう同調ばっかりしてしまって、どん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 話が進んでいって断れなくなってしまって、その結局その背取りとか転売の稼ぎ方のやり方を教えますよっていうのも、こうお金を払ってくれたら教えますよみたいな話だったんですよ。でそれがだいたい40万ぐらいって言われて、その40万もなかなか最初聞いてもなかなか教えてくれなくて、金額をどれぐらいかかるのかなかなか教えてくれなくて、いやそれは今言ったら、いきなり言ったらあれなんで最後に言います最後に言いますみたいな感じで先延ばしされて、やっと話の最後に、でこれはだいたい40万ぐらいかかるんですけどって言われて、ああ40万か、そんなに貯金ないし払えないしなとか思いながら話を聞いてて、でやっぱり教習所、いやすごいうまいこと言われたんですよ。うまいこと、その教習所、車の免許取るってなっても教習所行って、まあお金は、まあ、30万とか痛いけど払うじゃないですかって。でそれでその時はすごい高いな、痛いな、お財布痛いなって思って払うけど、でもそれで身につけた車を運転できるっていう、その身につけた力っていうのはもう一生もんじゃないですかって、一生もんの力を身につけられて、なんかこういろんな人を乗せられていろんなところに行けるようになるでしょって、もうその力って一生もんだから、それと同じようにその今苦労してでもお金を払って頑張って勉強して自分の力で稼ぐ力を身につけられたら、それはもう本当に一生ものになるから、今ここで頑張るべきだよって、すっごいうまいこと言われたんですね。で私は、あ本当だ、確かにそうだなって、今すごいしんどい思いしてでも後々自分がいい思いをするようにというか、その稼げるようになるのであれば頑張って今しんどい思いをしないとって思って払っちゃったんですね。でどう払ったか、貯金もないのにってなると思うんですけど、あのいや今貯金がなくてって言ったら、分割払いとかできるのかなって相談をしたら、あのカードを作ってくださいって言って、でカードを作って、でカードで一回払って、で後でそのカードのクレジットカードのアプリで分割払いに設定し直しができるから、それで分割、月々で分割で払っていったらいいですよっていう風に言われたんですよ。で私何にも自分で調べることもなく、あそっかそうすればいいのかと思って、カードを言われるがままクレジットカード作って払いました。40万で分割払いにして今も返してます、返してますね。そう、そういうことがありましたね。今となってはすごい。で結局教えてもらってたんですけど、背取りとかさ転売の方法を教えてもらってたけど、なんかうまくいかなくて、なんかすごい難しくて、なんかこうグラフとかも自分で読めるようにならないといけないし、それもすごい難しかったし、こうお店に行ってこうなんか安く手に入って高く売れるようなものを自分で見つけ出さないといけないんですけど、宝探しみたいに、なんかそれがすごい難しくてできなくて、結局挫折して、その教えてもらうのも自分から辞退しちゃったんですよ。もうこれ以上無理ですって言って、でだからまあその40万は今も払い続けてるんですけど、今はもう背取りとかそう教えてもらってもいないっていう、すごいもったいないことをしていてっていうことだったりとか、あと今度は
また別の話になるんですけど、でそれからもうちょっと痛い目にあったからしばらくおとなしくしとこうと思っておとなしくしてたんですね。でおとなしくしてたんですけど、どうしてもやっぱり月々のなんか生活が苦しいってなって、どうにかバイトを探さないとダブルワークしないとって思って、私はあの風俗業界に足を踏み入れました。で昼間は本職のね、その介護施設でのそのお仕事があるので、その終わった後の夜間深夜とか明け方まで働い風俗で働いたりとか、そのそうですね、休みの日も日中から夜にかけて風俗で働いたりとかしてたんですね。でそれでどうにもこうにも自分の家のこと、家事ですよね、料理洗濯掃除がままならなくなってしまって、で洗濯はとりあえず服も臭くなるし、どうにかして家事の時短とかを工夫してしないといけないってなった時に、ドラム式洗濯機が欲しいってなっちゃったんですでドラム式を買えばもう朝ピッと押せば夜帰ってきたらもう出来上がるじゃないですか、乾燥までやってくれるので。それまで私は縦型を使ってたんですけど、どうしてもね、その朝起きて洗濯機回して干してっていうことがもう時間的に私のその当時のしてた生活ではもう全できてなかったんですよ。私の怠慢なんですけど、もっと早く起きてもっと早くから洗濯機回して干す時間を確保できてればよかったんですけど、私はねそこまでできた人間じゃなかったので、今もですけど、だからできなかったんです。で夜遅くに洗濯機回すのも近所迷惑になるからと思ってできなくて、でもうどうにもこうにも洗濯ができなくなってしまってドラム式を買いました。でそれもドラム式15万17万ぐらいしたと思うんですけど、確かそれもとりあえずその時確かね、ちょうど国からコロナの給付金が全員一律で10万円配られた時だったんですね。なのでその10万円を先に払って、残りの5万とか7万ぐらいをローンで分割払いにして、それも今ローンで払ってます。分割で払っても返してますっていうのと、あと3つ目がパソコンなんですよ。この私は今このMacBook Pro っていうのを使ってるんですけど、私はすごい YouTube を始めてみたいってなった時に、どうしてもやっぱり編集、その時はスマホでも撮影して編集してスマホ1台あればできるっていうのは分かってたんですけど、なんかすごい変にそういうところは完璧主義だったりとかこだわりが強いところがあったりとかして、すごい編集はパソコンでしたい、できるだけクオリティの高い動画を最初からポンポン出していきたいって思っちゃってたから、パソコンが必要だってなったんですよ、自分の中でね。でやっぱり周りの YouTuber さんはみんな MacBook 使ってるじゃないですか、だから自分も MacBook が必要だってなって MacBook を買ってしまったんです、お金がないのに。でそれはその当時私は楽天カード、クレジットカードでも楽天カードを持ってたので、楽天カードで決済し払って、で後で分割にしようと思って、設定に分割で変更できるから分割しようと思って やろうとしたんですけど、もう払った後の話ですよ、払った後の話なんですけど、そう払った後の話なんですけど、なんか利用限度額なんか2種類あって、何かのその利用限度額を超えてクレジットカード切っちゃったんです、パソコン買う時に。で
で、それでもうこれ以上分割払いの設定はあなたはできませんよってブロックされちゃって、もうどうにもこうにも分割払いの手続きができなくなっちゃったんです。それでもうこれどうしよう、一括で払えって言われても貯金もそんなにないし10万もないしどうしようってなって、で急いで楽天カードの会社に電話をして説明、事情の説明をして、どうにかこうならないですかねってなった時で相談をしたら、じゃあまあカードを使えなくもう解約するっていう形にして、か使えなくしちゃって、であと残りのあなたが持ってる負債借金を全部こう分割払いにして月々返してもらえたら、あとはもう返し終わったらまた新しく楽天カードは使える、あの作ってはもらえるんですけど、返せるまでの間は楽天カードは使えません、それでもよければっていう風な提案をいただいたので、いやもうそうしてくださいって言って、楽天カードは解約、もう強制的に解約をして、それで分割にして今その分割を今払ってます。なので借金がまあ40万、背取りの教えてもらうので40万、 MacBook パソコンがだいたい20万ぐらいしたかな、で60万でしょ、で60万で洗濯機でだいたいさっき言った7万とか5万とか7万なので65万、まあ、70万ぐらいの借金があるんです。70万ぐらいの借金を作ってしまいました。ということで、もう本当に私ね、お金にはだらしなくて、もう本当何やってんだろうみたいな、なんかもうつくづく私もうお金にだらしなすぎるだろうって思います。でそんな状況なのに、いろんな自分が欲しいものとかもちょっと高くても買ったりとかしちゃうんですよね、日々。だからもうこれのお金の問題はもう一生、自分の一生をかけて向き合わないといけないなって思ってるんですけど、なんかそんな感じです。でもう借金は親には頼らずに、自分のもう捻出したお金から借金は返さないとって思ってるので、親にも言ってないです。で一応 YouTube をしてることは親は知ってるんですけど、私の動画をなんか見てないみたいなのでなんかこの前もなんかミキって何の名前でどんなこと発信してんのとか聞かれたから、多分家族は見てないのかなって思う、この動画も見てないのかなって思うんですけど、親には借金を作ってしまったことを、今も返してることは言ってないです。もう言えなくて、もうバカバカしいって、バカじゃないのって言われるの目に見えてるから、まあ、家族はみんな優しいから、じゃあもう一括で返してあげるから、あの月々私に返してくれたらいいよってお母さんも言ってくれるような気もするんですけど、でもそれもなんか甘えちゃダメだと思って自分で返してます。でもまあ本当に困った時、お金に困った時は言いなさいよとか日々言ってくれるから助けてくれちゃうような気もするんですけど、でもここはもうできる限り自分ができることは自分でやらなくちゃと思って、自分で返却、あの返してます、お金を。なのでこのね、お金の管理の苦手さっていうのは本当自分でもびっくりするぐらいなんですけど、今回こうやって現金で仕分けをして、ちょっとまた家計管理を頑張ってやろうと思うので、もしね、そのコメントとかでもあのいろんなあの節約術とかいろんなこと教えてもらえたらすごく嬉しいなと思います。そうですね、一番は私が好きなようにいろんなものポンポン買ってしまうのも一番良くないんですけど、
ど、なんか欲しくなると衝動的に買ってしまうんですよね。それがどうしても抑えられなくて、自分で自分で抑え、なんでこんな気持ちも自分で抑えられないんだろうって思うんですけど、欲しくなるともうどうにもこうにも抑えが効かなくて買ってしまいます。だからそれも自分なりにちょっと欲しいと思ったら1ヶ月間は我慢して、ほんまに必要なもんなのかとかを考えて、それ1ヶ月経っても本当に欲しいってなったら買うとか、いろいろ試しては見てますね。そうなので、はい、これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、私のお金の失敗談とか、まあ、お金の仕分けをしながらお金の雑談をしました。はい、なんかもうただ私が喋ってるだけの動画になってしまったんですけど、すみません。またこれからいろんな動画を頑張って撮ろうと思うので、よろしくお願いします。ではでは、この辺で失礼します。ありがとうございました。